どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスパート2やっていきたいと思います。髪伸びたよね。レブね、髪伸びたね。ねえ、ファイアフライがまだいるなら。何してると思う？さあね。社会の再建を目指してたけど、いろんな方法があるだろうし。何かいるよ。本当だ、何かいる。え？感染者？うわ、しかも全部音が鳴る。マジか。クリッカー。うわー、クリッカーもいんの？しかも、あ、そうだね、銃を渡したって言ってたから限られてるね。ナイフが作れねえ。これやばいね。ラトラーズがやってきたやつ、誰が奴隷になるとでもなるか。ラトラーズ、え、新しい部隊。ラトラーズって何？え、何？どこも逃げ道はありませんみたいなオチは嫌だよ。ナイフ、ナイフない？ダメだ、もう決めるしかない。ナイス。帽子は待ってないからまだいいけど、感染者いんのか。そうだね、警戒して。ほら、家探そう。2425、その息。いやでもさ、アビーもアビーで本当人いいからね。アビーも結構好きなんだよな。近づいてきた。それじゃない。それは2426。本当だ。こっちかな。ここっぽいね。は書いてない。そっか。でも向かいの家は2426。ってことはこれでしょ？だね。よし。十分。ちょっとガンかな。ジャンプないないよね。マジであのデカブツ来たら終わりなんだけど焼夷弾は使わない。まだ使わない。この家空き家っぽいね。諦めない。おー、いい趣味してんねー。何もなし。閉まってる。他に入り口あるかもよ。そうかもね。前向きだね。役に立ちたいだけ。いつも助かってるよ。家の内側を外みたいにペンキで塗ってるけど、植物はこんなんじゃない。ああ、それは子供が夢に描く外の景色。昔の世界ではこんな風に子供部屋の壁に絵を描いてたの。私の父さんもねジャングルの絵を描いてくれた。へえ、やらなら喜びそう。そうだね。なんで気まずくするかなレブ、なんで気まずくした今。わかるけど、見せたい気持ちはわかるけど。ああ、この家にはプレステ3はないね。プールか。別荘だったのかな。よし、入れた。本当に何もなし？ありえない。そもそも何を探してんだアビーたちは。ここはもういいよ。ねえ、待って。何かあった？隠し戸か。跡がついてる。どいて。賢いねー。レブは観察眼がすごいね。誰かいないの？しばらく誰も来てないのかな。残念だけどそうみたいだね。まあでもここいい弊社ではあるね。弊社ね。しばらくここにいたんだ。それってシャワーでしょ？そうだよ。ああ、シャワーはわかるのか。まだハサミ来ない。無線か。まあさすがに動かないよね。調べよう。これソーラー発電だね。さすがソーラー発電はほんとこういう時便利だよね。蓄えがあまりできないけど。この周波数はまだ生きてる。こちらはどっかにコールサインない？え、何それ？あ、数字と文字のリスト。いや、こちらサンタバーバラのアービー。聞こえますか？オーバー。やっぱサンタバーバラ来てたんだ。これ何？周波数だ。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビ、誰かいますか？これって全部ファイアフライの拠点？さあね。誰か聞こえますか？オーバー。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビー。誰か答えて。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビーです。誰か聞こえますか？もし聞こえてるなら応答して。ねえ、答えて。やあ、アビー。信号をキャッチした。サンタバーバラのどこにいるんだ？コンスタンス2425。ここにファイアフライの基地があるって聞いたけど、誰も残っていなくて。私もメンバーなんです。どこの基地にいた？ソルトレイクの拠点にいました。施設の責任者はアンダーソン博士。父なんです。驚いたな。実はメンバーは全員中継基地から本拠地に引き上げたんだ。何人いるんですか？だいたい200人ってとこだな。毎月数人増えてる。言ってた通り。2人追加して。そちらの場所はカタリーナ島だ。大きなドーム型の建物に来ればすぐ見つける。オッケー。じゃあ今から向かいます。アウト。ああ、待ってる。アビー、気をつけてくるんだぞ。アウト。ほら、ヨットに戻ろう。まだいたんだね。言う通りだった。認める。ない、書いてない。なんて言った？僕が間違ってると何度も言わせるんだから。だっていい気分になれるし。たまにしか間違わないでしょ。性格なんだね。まあアビーもだいぶ悪い性格してるけど、まあ問題は何事もなく生きるかって言われるとそうじゃないよね。なんかね、変な名前出てきたでしょ、途中書類の中で。あれがめっちゃ気になってさ。やっぱりうわー、なんだこいつ。やめろ。もういい。死んじまうだろ。粘ってくれ。来るんだ。ほら、見せてみろ。いいか。おい、よせよ。ちょ、待って。言ったやだろ。彼でいい。チビは任せたぞ。その子に触らないで。こいつは生きいいのが釣れたぞ。どこに行ったわけ？コンスタンス2425、間違いない。さあ、そしてエリーに変わると。コンスタンス2425、何を思って2425だったんだろうね。サンタババにある拠点はそこしかないからってことかな。ここからどうやって通りに登ったんだろう。すげえ、めちゃくちゃ綺麗。で、久しぶりのエリー。武器切り替え。ライフルだねー。そこまで使いようがないからね。あとさ、出てくる前にジャケット着てたけど、あれジョエルのやつだよね。物資は、満タン。相変わらずテープがねえな。こっちであってさ。さすがにこれは登れないか。大丈夫かな。あれはここの地域の新勢力って感じかな。いやー、嫌な感じだね。めちゃくちゃごつかったもんな、おっさん。殴り方のパンチめっちゃ重そうだったもんね。これいけない？待ち伏せも、あれ情報が抜けてたってこともあるよね、可能性としては。オッケー。ここか。メサブラフか。今はここでサンタバーバラの市街があるのは。あっちか、いや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 、なかなかやね。コンサンス2425からまあどこ連れてかれたんだろうね。多分アビーをかきたらさっきのやつらと合いそうだよね。びっくりした。どうしましょう。角度的に難しい。逆に今よくバレなかったな。どこだ。クリッカーの音がするね。2人だけ。多分そうなんだよね。矢が壊れやすいんだよね。あ、ナイステープ。パーツが手に入るってことはまだ先長いってことか。そういうことか。あ、ここで待ってるって言ったけど、ここは危険だ。森の中にラトラーズがいる。また捕まるわけにはいかない。昔ピンポンのジョークを話した場所に行ってるよ。君の笑い声が恋しいと。これはやばいなあ。で書類をさアビー編で読んでる時になんて言ったっけ、捕虜にされるっていうかっていうのが出てたよね。ってことは生きがいいっていうのでなんか奴隷かそんなんする感じかな。いやー、感染者もどこそこ広がってんね。回収。やはり声の犯人はあなたでしたか。上だね。ストーカーか。でね、ストーカーを気配消せれるからはいで終わり。レンガ強えな。レンガ持って近接はほんと強え。よし行こう。ああ、矢は壊れた。マジか。いや、小声にもなるよ。小声になるよ。フリッカーさんの亡きがらが、あれ、頭ぶち抜いたと思ったんだけど、あったあったあった。矢の回収しとかないとね。いない。おお、いいんじゃん。お願い、動かないで。ここ。やがー。はい。よし。やが、見事に一本なくなりました。飛んでいったね、綺麗にね。エリーのこのショートいいね。あとは多分室内だよね。切れるといいけど、そんな簡単にいくかな。お、カード。まさかの。お久しぶりです、カードさん。知力ない。頭悪いのか、あの見た目に反して。サプリ。忍耐取るか、なんかの時のために。耐えれる分にはね、全然ありだから。テープが欲しいです。これ降りたくないよね。降りるしかないんだけど。やば、あいつらか。しかもそっちかー、一撃なんだね、しかもね。だったわーなー、投げれないんだね、あの地雷はね。来ないで。おーい、後ろ。ちょっと待って待った。ストーカーどこ？ストーカー。万が一にもアビーが感染者に殺されてたら、それはそれでやるせない。そうだね、とりあえず、回復しといて、地雷がなくなっちゃった。布を持ってない。ああ、作ればいいのか。これ役に立たなかったのね。回収できないのが辛いよね。116。スコープつけよう。スコープ実はこの武器しかないんだよね。で、このままにしとくか。改造できるかわかんないけどね。アイテム。怖え、あれ。自分で仕掛けといてだけど、あれ怖えな。ハサミ来た。で、ハサミゲットしとこう。いや、これ出れない。よしよし。じゃあ、今回ここまでにしましょうか。リーパート戻ってきて、早速戦闘あったけど。まあ、大変やね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、まったねー。